はい、それではダヴィンチリゾルブを使って BGM のフェードインやフェードアウトをするという操作を紹介していきます。まず操作する画面はですね、ちょカットの方だとね、やり方が分かんなかったので、私はいつもあのエディットのモードの方でやってます。で、フェードインフェードアウトしたい素材がこのオーディオ2の方に入ってると思ってください。これまず何も設定してない状態です。まあ、こんな感じで音量がずっと一定のまま始まってそのままという形ですね。この BGM をフェードインさせたいと思います。やり方は簡単でですね、このまあフェードインしたいオーディオの左端の方とか行くとこのつまみがあるので、このつまみをですねドラッグするだけです。一旦4秒ぐらいやりますけど、こうするだけでフェードインできるようになりました。ね、こんな感じでフェードインするということができます。フェードアウトも一緒ですね。このつまみが出てくるので、これをドラッグして持っていくというだけでフェードアウトになります。まあ、フェードアウトしてますね。こんな感じで、まあ、BGM のフェードインフェードアウトさせたい場合は該当するオーディオのですね、この上に白いつまみが出てきますので、このつまみをドラッグしてやることでフェードインとかフェードアウトとかができるようになります。で、実はこれ同じ操作がですね、映像の方でもできます。映像の方もこう同じようにつまみ出てくるので、これをこうやってずらしてやると映像の方もちゃんとフェードインするんですね。見てみましょう。まあ、同じようにね、フェードアウトもできます。まあこんな感じで音声と、まあ、BGM ですねと映像をフェードインフェードアウトさせたければ、このつまみをドラッグするだけということで、まあ、すごく簡単に、ダヴィンチリゾルブを使うことでフェードインフェードアウトすることができました。